久保さん。実はですね、今日、究極の思考っていう講義をね、新しい新商品というか、非売品というか作ったんですけど、まあほんと考え方が全てかなと思いますね。で、今回は、あの、感情は思考で支配できる。まあ感情は思考でコントロールできるっていう話をしようと思うんですけど、感情は、ちょっとタイトルですね。 これね、ちょっとね、商品の中にも、その作った別動画でもちょっと言おうかなと思ってるネタなんですけど。じ <laughs> ゃ補足音声撮ろうかなと思ってるんですけど。思考、あの、感情は、感情は思考でコントロールできると。まあ、人間って感情の生き物なわけですよ。 だからそのモチベーションが上がらないとか行動できないとか、なんかその、こうだから、ああだこうだとか、なんかいろいろあって、まあその感情ですよね。まあそのやる気が出ないとかね。なんかいろいろあると思うんですけど、これって思考でコントロールできるんですよ。そんなバカなっていう話があると思うんですね。いや、思考でコントロールできるわけないと。人間は感情の生き物だから、感情があるんだから、っていう、あると思うんですけど。じゃあ、うーん なんだろう,なうーん上司に腹が立ったっていうことあると思うんですねクソみたいなふざけんなみたいなじゃあこれね感情に身を任せてたら上司を殴り殺してるかもしれないですよまあ、テレビドラマとかであるじゃないですかなんか灰皿バーンみたいなああみたいなで感情に身を任してうん上司をぶん殴るとかね殺害するとか まあ、あとは何だろうな。うーん。なんかその、お金がないから、お金がないから欲しい。でも目の前の欲しい。いや、盗んじゃえ、みたいなね。うん。欲しいんですよ。欲しいという感情性、ね、物欲欲求、物欲ですよね。で、それに身を任せて、盗む。うん。じゃあ、あとは、 うん、その女性いいな、みたいな。レイプするとかね。え、これなんで、まあ、やっちゃう人もいるんですよ。な、この前なんか、なんだっけな、なんかニュースでやってたんですけど、なんだ、性的暴行で、なんだっけな、その、ミス、KO じゃ、なんか、慶応防イかわかんないですけど、なんかそれでなんかニュースになってましたけど、まあ、たまにいてます。まあ、まあまあ、いる人は言います。だけど、じゃあ全員じゃないじゃないですか。 例えば上司にムカついたとしても、じゃあそれをどうやって抑えるのかっていうと思考ですよね。いや、さすがにぶん殴ったらまずいな。首だなとかね。いや、殺しちゃったらさすがに俺の人生終わんなとか。か思考でコントロールするわけじゃないですか。だからその、物欲に関しても欲しいなと思っても、これ盗んだら逮捕されるなとか、これ悪いことだなとか。感情は来るんだけども、思考でコントロールしてるわけですよ。 目の前に美人な女性がいても、あの、感情でね、感情がわーってなった、わーってなったとしても、思考でコントロールできるんですよ。で、これね、アドラーの心理学で面白い話があるんですけども、なんかね、子供と親がね、こう喧嘩してるんですよ。あんたなんでやってんのみたいなね。あんたなんでやってんのみたいな。わーみたいな怒ってるんですよ。で、あの、電話が鳴るんですね。 で、電話が鳴って、ちょ、ちょっと感情が、ま、高ぶってるんですよ。であ、もしもしって出て、で、相手がね、子供の担任の先生っていうのが分かった途端に、はい、あ、そうですか、いつもうし、う、娘、息子がお世話になっております。はい、ああ、そうですか。ありがとうございます。かちゃん、何やってんのみたいなね。<laughs> これコントロールしてるんですよね。 わかります。だからな、アドラーで言うならば怒りの感情を使うか使わないかっていう。それは自由に本当はコントロールできるはずだと。っていうような考え方ですよね。な、その、そういう感情っていうのは実は使うこともできるし使わないこともできるで。別に使わなくてもいいわけですよ。っていう、使わ、感情というものを もはや道具として使うのか使わないかという考え方で、その考え方があって、そしてジャッジして、どっちの方がいいのかっていうジャッジができるっていう。だけ考え方なんですよ。<laughs> だからね、このね、多くの人は、この考え方っていうのは学んでないんですよ。思考を。だから、その不足の事態とか、ピンチとか、そういう時になった時に、感情に負けてしまうとかね。 あなんで俺だけ最悪なんだみたいなね。感情に負けてしまう。人間なんで感情はあります。だけど、その感情っていうのは思考でコントロールすることができるし、逆に言うと思考でコントロールできないんだるならば、それはうまくいかないです。うまくいかないですよね。わかりやすい例で言うと、そのね、なんだ、あー人を殺しちゃうとかね。わ <laughs> かりますだから、アドラーの心理学でもその例え話があって、で、その、鉄人と、 その子供が、鉄人と青年が話してて、いや、先生、それは極端すぎるや、みたいなね。極端すぎるみたいな。あともう一つあって、なんかその、その青年が、そのアドラーに、この前、ウェイターにね、なんかウェイターに水をこぼされたと。水かなんかをこぼされたとで。ね、買ったばっかで,で。ふざけるなって言ってしまったみたいなね。うん。で、あ怒り怒鳴ったみたいなこと言ってて。で、あその、鉄人は言うわけですよ。 じゃあもしあなたがね、その感情に身を任せてコントロールできないんだったら、なんだ、そろそろ殺しててもいいわけじゃないですかと。じ <laughs> ゃなんでそれ制御できるんですかって話ですよね。うん。だから結局せ、考え方なんですよ。だけど多くの人はこれを知らないし、学ぼうとしていないし、うーん、生きていく上で一番大事なもの が何なだから、うーん、例えば今回コロナがあって、どれだけ怒っても、どれだけ感情に身を任せてもコロナのウイルスなくなりますって話なんですよ。なくならないですよね。<laughs> なくなりますから、どんだけ怒っても。どんだけ絶,絶望したとしても。だから、その状況下は変わらないので、じゃ変わらないものに対しては考え方を変えるしかないんですよ。 だから、なんだっけな、これも、変われるものと、変わ、変われないものと変われるものの判別ができて、なおかつ、変われないものに対しては、自分の考え方を変えるという、この、あれが必要なんですよ。で、変えられるものは変えればいいんですよ。変えられるわけですから。だけど、変えられないものがあるわけですよ。じゃあ、ウイルスをいきなりなくすとか変えられますか神かという話ですよね。いきなり全世界からウイルスが一瞬で、 パン、消えろって言ったら消えます消えないですよ。これは変えられないですよね、いきなりは。だけど、な、なんか、うーん、変えられることはあるはずなんですよ。うん、変えられることなんだろうな。じゃあ、あの、タバコを吸うか吸わないか。これも、これは変えられますよね。どうすか。タバコを吸うか吸わないかは変えられますよね。自分の意思次第です。 僕はすいません。うん。これは変えないと思ってるんで変えられないんですけど。<laughs> これは自分の意思次第で変えられるわけですよ。でも、雨が降ってきて、雨をやめっつって、やめ、いきなり雨がやむってこと無理ですよね。だ世の中には変えられるものと変えられないものがあって、じゃあ、変えられないものに対してどう考えるのか。うん。で、変えられるものですらどう考えるのかっていう。これも変えられるんだけど、僕の考え方はやめないという考え方なんですよ。 でもこれをやめるという考え方だったら、これは変えられるんです。だからもう、まあ結局、どっちも考え方ですね。変えられるものですら、変えられないものですら、両方考え方次第で、どっちにも転換するっていう。ただ、なんだろうな。うん、まあそうですね。まあ結局考え方ですね。いってらっしゃい。